はい。重曹でございます。はい、今回ですね、キッチンの、ステンレスにサビがつきまして、そのサビを取っていこうかなと思います。ネットで調べると、まあ、重曹がいいんじゃないかなみたいな感じだったんで、まあ、サビのポイントをねちょっと今から移します。はい、ここですね、サビ。で、若干ここも黒ずんでるというか、なんかちょっと、なんかあれなんですよね。はい、こちらをですね、重曹で取れるのか、きれいにできるのかということで、実験テストしていきたいと思います。ダダン。はい、なんかね、とりあえず、とりあえず浸しときます。とりあえず浸しときましょう。ちょっと浸して浮かす的な感じですかね。で、この昨日ですね、これ買ったんですよ。で、これコーティング、まあ、ちゃんと見ろよったらコーティングって書いてあるんだけど、コーティングっす、コーティング落ちるわけないやんっていうね。なんか重曹で磨いてきれいにしたところコーティングしていきたいと思います、はい、何分待ちましょうか。何分待ちます。ちょっと編集しないんで、これどうしましょうか。ぼやきましょうか。まあ3分でしょ。3分だ。3分、あと3分ぐらい欲しいですね、枠ね。3分、3分はちょっと欲しいですね。うん、3分だから、6分、これ6分ですね。すいません、これがタイマーになっております。動画を回しながら動画の記録時間をタイマーに使う男って多分あんまいないですよね。今度ね、ちょっとね、仕事頑張ってね、ちょっとね、一眼を新しく買おうと思ってるんですよ。一眼をね。そう。R6M2 っていうのが出て。で、それは、これ30、この一眼レフは30分規制があるんですけど、それ30分規制がないんですよ。でもずっとぼやけるっていうね。それがフルサイズで、その本体、ボディが39万8千円ぐらいするんですよ。本体が。40万ぐらいですね。で、レンズも L レンズだかな、20万ぐらいするんですね。頑張ります。60万。じゃあ60万で撮ったらどうなるのかっていうね、興味津々。前からね、ちょっとフルサイズ、これ AP なんとか C とかやつなんですよ。で、そのフルサイズちょっと憧れてまして、でももういいかなと。まあ iPhone が結局一番いいなっていうのはあるんですけど、まあ、一応僕動画撮るのは仕事なんで。いやーでもね、L レンズ高いんすよ。全部10万超えみたいな、なんか。まあもちろんその、安いやつもあるんですけど、まあ基本的にその赤いラインのその、なんかちょっと高いやつのはそれぐらいするんですよね。
まあそれででも動画撮ったらどうなのかなみたいな、その質感ですよね。だそれでもうずっとぼやくっていうね、そうフルサイズでフルにぼやいていくっていうね。もういいっすかね、今5分か。よし、ちょっとちょっとじゃあ、磨いていきましょう。このね、激落ちくんで、これでいきます。あれ全然落ちないですね。いや全然落ちない、全然落ちない。いやこれなんかもっとサクッと取れるかなと思ったら、いやマジか、全然落ちねえな。いやこれダメっすね、ダメ。じゃあどうしよう。もうなんか錆落ちのなんか買うしかないな。いやこのなんでこれできたのかわかんないんですけど、じゃあダメじゃんこれ。全然落ちないですね。マジで。もう普通に簡単に落ちるもんだと思ったら全然落ちないじゃないですか。マジか。ちょっとめちゃめちゃ残念な気持ちになってるんですけど、ああでもまあうん、なんか頑張ればいけるかもしれないですね。あ、もうちょっとつけとけばよかったかな。ちょっとこれ一回磨いて、またあのすいません30分とかつけます。ちょっとあのずっとつけとこう。やっぱ分解する時間が必要なのかな。いや全然綺麗になんねえな、思ったのと全然違いますね。もっとピカピカになるとイメージしてたんですけど、やっぱ理想と現実は違いますね。いやマジか。あでもちょっとは落ちてますね、ちょっとは気持ち。うん、ちょっとは落ちてきてる気持ち。
だからこれやっぱつけとく必要があるかな、もうちょっと。うん。これどうやったら戻るんだろう。これ何の汚れか分かんないですよね。このなんかこれなんでこうなっちゃったのかちょっと分かんないですけど、原因不明。あーあかんわ。はい、ということでちょっとあの頑固なんで30分こん10分ちょん10分つけときます。はい、これ30分ぐらいつけようか。